皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのトラックエンドロジスティックスシミュレーターに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら2020年6月23日に発売されたまだ早期アクセスのゲームですね。一応公式で日本語対応しているみたいで、開発者の方から Steam キーを提供してもらいました。ゲームタイトルは直訳するとトラックと物流のシミュレーターなのか。どうやらこういうトラックに荷物の詰め込みとかもうできるのかな、フォークリフトが使えるのかな。まあいいや、とりあえずシングルプレイでやってみましょうか。マルチも面白そうですよね。まずはシングルで遊んでみましょう。これはどういうことだ。拾う、ピックアップがそのまま自動翻訳されてる感じかな、翻訳は。これはもうどれも選べんのか。あ、購入、まだ購入してないのか。 C でカメラ切り替え、あ、運転席視点もあるみたいですね。ミラーはこれ映んないのかな。買える車両これか。じゃあこのミニバン購入すればいいのかな。カスタマイズもできる。あー、色変えられるんだ。商用版っぽくするか。あ、だいぶ可愛い車両ですね。ここら辺も色変えられるんですね。基本カスタマイズは色の変更か。まあいいや、これでドライブしてみましょうか。あー、来ましたね。一応コントオプションではハンコンの設定もあったんですけど、どうなんだろう。おっと、あー、ハンコン一応動作はしてるな。ただで、これあれですね、ハンコンの回転に合わせて視点がこう移動する機能ついてますね。おー、トレーラーが、で、ボタンは、あー、なんかいろいろ、一応ハンコンのボタンがそのまま設定もされてんな。行きましょうか。まずどこ行けばいいんだ。あー、ちょっと気持ち悪いなこれ。ちょっとハンコンが、ハンコンの設定外ですね。うまく設定しないと。一応ウインカーとかもいけて、まあまあこれでやればいいか。とりあえずちょっと街中ドライブしてみましょうか。これで一応オートマ車みたいな感じなのかな。こっち側曲がってみるか。視点操作、トラック IR 使えたらよかったんですけどね。あ、オートマですね。一応マニュアルでもシフトチェンジは可能みたいです。あー、アイスクリーム用の、アイスクリームの販売カーとかあんだ。ラウンドアバウト、グラフィックはアンリアルエンジンなのかな、これ。コテコテな感じですよね。どうしよう。まずどこ行けばいいんだ、これ。丸のところ、最初のところよかったのかな。これ、信号無視とかは取られんのかな。信号無視、特に罰則は今んところなさそう。視点変更がやりづらいな。あー、怖っ。ちょっと待って、これ特にぶつかっても今のところはペナルティとかないのかな。仕事前だから思いっきりぶつかったけど、音は生々しいですね。で、バックギアに入ると
バックモニターが映るみたいですね。まだアーリーアクセスなんで、かなり荒削りな感じなのかな。ちょっと UI 系が見にくいというか、ごちゃごちゃしてるんですよね。マウスで視点移動した方がいいな。ここら辺のメーターとか、ここら辺はすごいリアルなんですけどね。あー、ここ右ブレーキ音とかはしますね。とりあえずまずは物流センター行ってみましょう。ここかな。あー、はい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 、ここでお仕事受ける感じか。どういう感じなんだろう。荷物の詰め込みできるのが面白そうなんですよね。トレーラーあれしなきゃいけないの。そういえばマップはどんぐらい広いんだろう。なんか全体マップがよく見えなかったんですよね。これ行ってみようかな。これ行ってみましょうか。コントローラーの方がいいかも。ああ、これで来た。フォークリフト来ましたね。エンジンかけて、これフォークリフト、Xbox のコントローラーでやってみましょうか。これで、これも一人称できる。あ、一人称いけますね。あ、フォークリフトこれで動かせると。コントローラーには普通に対応してそうだな。入ったかな。いいですね。ここに詰め込めばいいのかな。だいぶギリギリだな。はい。ちょっと爪の位置があれですけどね。ああ、入り込んだ。あ、これでいけるのか。これは Xbox のコントローラーの方がいいかも。まあいいや、頑張ってみよう。はい。おお、右ですね。あー、ガソリンスタンドとかあるんだ、こんな感じで。この山の上か。このマップは架空の街ですよね。登ってこ。エンジン音うるさいな。よいしょ。あ、でも慣れたら早いかも。おお、なんかドリフト気味だったな、対向車。奥の方、原発とか見えますね。追い越しかけるか。飛ばしてこ。対向車とかは止まってくれなさそうですね。よいしょ。ああ、バックミラーに荷物が映ってる。急ブレーキ踏んだからって荷崩れとかは起きなさそうですね。おお、なんかドリフト気味だ。めちゃくちゃこう滑ってんですよね、カーブのところで AI カーたちが。ちょっと動作が怪しいぞ。はい、ここ左で、あ、原発の敷地内に運ぶんだ。なんだこれ。駐車スペースに車両を駐車します。あー、出てきた。ワイパーあるってことは、雨とかも降んのかな。天候変わるのか。まあいいや。とりあえず、ここでいいみたいですね。向きとかあんのかな、これ。終わった。こう、荷下ろしはないのか。わ、すごいシンプルに終わったな。マップ全体がわかんないんですよね。意外と広いかもしれないな。とりあえずこれやってみよう。あ、また戻る感じか。ちょっと遠くてもいいんだよな。あー、これ行ってみましょうか。フォークリフトを。これを、あれ、あー、なるほど。こっちが2個を運ぶってことなのかな。はい。
いぶ荒いけどな。あーで、あと2個こっち側のトレーナーに詰め込むんだ。はい、フォークリフト。こう奥はどうやって詰め込むんだろう。スライドしてった謎のベルトコンベヤー機能がついてる感じか、このトレーラーは。で、これも特にこう爪を傾けたりとかそういう細かな機能はなさそうですよね。はいはい、ベルトコンベヤー機能で、で、これで内側もコントローラーでやろうかなこれは適当な場所でいいのか。つながった。で、ライトつけて、とりあえず出発ですね。これ荷物は、あーでも動きますね。荒い運転すると荷崩れしそう。夜の配送ですね。結構こすってAI カーのリスポーンの仕方が結構雑だな。まあ、ここら辺も早期アクセスなんで今後どう変わるかですよね。現状だとハンコンよりも Xbox とかのコントローラー使った方が操作性はいいかも。フォースフィードバックとかも特になかったんですよね。一応こう大きなトレーラーとかダンプカーみたいのもあったんですよね。ただそれをゲットするためにはかなりの仕事量が必要な感じかな。ちょっとサンフランシスコっぽい街なのかな、ここは。右下のメーターに荷物のマークあるか、あれが多分ダメージのあれか。メーター溜まっていくとペナルティが発生するのかな。こっからハイウェイですね。あ、そういえば燃料がもうないぞ、これ。燃料給油していくか。ガソリンスタンドで給油していこう。燃料もう、なくなっちゃいますよね。エンジンを停止。T で給油。やっぱお金はかかるみたいですね。はい。満タンになった。ガレージとかも買えんのかな？とりあえず大型車両ぐらいまでは頑張ってアンロックしたいんだけどな。頑張れるかな、これ。危ない。ああ、この橋渡るんですね。とりあえず。おお、マップは意外と広そうだな。はいはいはい、あ、いいじゃないですか。一人称だとこんな感じですね。結構スピード出るな。110。ハンコンがちょっとでもずれると変わっちゃうな。結構飛ばしても大丈夫そう。あー、いかん、こっち側か。ひどい。海中に入った。あれどうすればいいの。あ、なんか戻ってきた。ちょっと待って、車両回復する。ちょっと待って、回復場所がひどいんですけど、これ。吹っ飛び方が良かったな。ちょっと待って、回復できてないんですけど、これ。トレーラー外す。これ仕事もう無理でしょう。ちょっリスパー、荷物が飛んでった。あー、あー、人も動くんだ、これ。で、なんか荷物は戻ってきます。
ちょっと待って、これダメだ、これ仕事放棄はどうすればいいんだ。人がやばい。あ、荷物ペシャンコになっちゃいましたね。ダメージ量も半端ないことになって、あ、荷物がどっか行っちゃった。はぁ、これはちょっと面白いな。ミッションキャンセル。うわぁ、でもキャンセルしてもペナルティはないのか、これ。あー、でもいいものが見えましたね。